どうも、ボーロボと申します。今回は、G7 関連の動画です。ニュース記事は、共同通信から。核のボタン、成功し被爆地に、米大統領、19日に平和公園へ。バイデン米大統領が18日、被爆地広島入りした。側近は、核兵器を使った攻撃を大統領が命じるための危機が、入っているとされる川のカバンを携行。核のボタン、とも、呼ばれ、バイデン氏が19日に訪れる広島市の平和記念公園に、持ち込まれれば、被爆者や軍縮団体から批判や疑問の声が、上がりそうだ。現職米大統領が広島を訪れたのは、16年5月の、オバマ氏に続き2人目となった、G7 広島サミットに、出席するバイデン氏は19日に他の G7 首脳と共に、被爆の実相を伝える原爆資料館を視察する。核のボタン、派軍から派遣された側近が持ち、大統領は核使用に必要な暗号が書かれたカードを、常に身につけているとされる。何を思わせたいか、意図が伝わる報道ですが、仕方ないんじゃないですか？武装した平和主義が、最も安全なんですから。力で何とかしようと、常に狙っている国がある以上、牽制は常にしておかないと、いけません。このくだりのために、日本を含め全世界を、危険にさらすわけには、いかないでしょう。それとも、隙を見せた方が良かったと、言うのでしょうか？それで、もし何かあったら、日本側、責任取れませんよ。まあ、建前上は、核のボタンで、作動することになってますが、実際は違うかもしれませんし。適正国家側としては、畜生、やっぱ、カバンを携行するのか、といったところですかね。批判や疑問の声が上がりそうだ。って、桜ういろうさんに、この報道の仕方って、どういう意図ですか？って聞きたくなるような、記事ですね。と、まあ、今回は、こんな感じで。気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。